プロ入り前から注目されるスター選手がいる一方で、世間の注目から遠ざかっていたものの努力で成り上がった選手もいます。そんな無名から這い上がった選手を4人紹介します。浅尾拓也。最速157キロの速球と高速フォークを武器に落合政権を支えたセットアッパー浅尾投手。近年のプロ野球ファンなら誰もが知っている好投手ですが、高校時代まではほぼ無名の投手でした。中学までキャッチャーを務め、高校も無名の常滑北高校に進学。高校でも当初はキャッチャーでしたが、11人しかいない自身の代にピッチャーがいないというチーム事情から、2年生の秋からピッチャーに転向という異色の経歴を持っています。グラウンドはサッカー部と共用で、練習は1日3時間、好投しても打線の援護がなく3回戦敗退で、甲子園とは無縁でした。高校時代を最後に野球をやめるつもりでしたが、野球部強化中だった日本福祉大学から声がかかり進学します。とは言っても、日本福祉大学も愛知大学リーグの2部と3部を行き来するチームで、全国大会で投げることはなかったため、世間的には無名でした。それでも浅尾投手はこの大学時代に急成長を遂げます。ウェイトトレーニングを好まず、キャンパス内や近くの海岸でのランニングで下半身強化に努めました。その結果、めきめきと球速を上げ、高校時代に130キロ中盤だったストレートは大学2年生時に140キロを突破、4年生春の時点で149キロにまで達することができました。2部ながら少しずつスカウトから注目される存在となり、4年生夏に行われた海外チームとの親善試合ではついに150キロを計測。変化球も自在に操る投球は、この日他のプロ注目選手の視察に来たスカウトを心酔させました。ドラフトでは中日、西武、ヤクルトの3球団が獲得の姿勢を見せますが、浅尾投手は中日以外の指名は拒否すると宣言。結果、希望通り地元中日から3位指名を受け、プロ入りを果たしました。プロ入り後は2年目から守護神岩瀬につなぐ勝利の方程式の一角を任されるようになります。4年目の2010年には現在もプロ野球記録の47ホールドを記録。さらに翌年は79試合を投げ45ホールドで防御率驚異の 0.41 を記録して、リーグ連覇に大きく貢献。この年、中継ぎ投手としては異例の MVP 獲得に加え、先発登板がない投手としては両リーグ初のゴールデングラブ賞にも輝いています。また、大学卒業時152キロだった速球は157キロまで伸ばしました。 GG 佐藤。登録名や明るいキャラクターで何かと目立つ GG 佐藤選手ですが、プロ入り前はあまり目立っていませんでした。中学時代はあの野村監督の奥様幸代さんがオーナーを務めていたチームに所属していました。結構しごかれていたようで、佐藤選手本人も、人生の中で一番きつかったのは幸代さんにお世話になった港東ムースでの中学3年間、高校プロでの練習もあれに比べれば楽だったと語っています。その後、神奈川の名門桐蔭学園高校に進学しますが、高校時代は特別目立った活躍はなく、法政大学進学後も後にプロ入りする後藤武俊選手や阿部正弘選手が同じチームにいたため、レギュラーの座をつかめず、練習をサボってパチンコに通っていた時期もあったそうです。しかし、大学卒業後も野球を続け、アメリカに渡りマイナーリーグのフィラデルフィア・フィリーズに入団。ここでキャッチャーに転向しました。3年間在籍した後、戦力外となって2002年に帰国すると、ジャニーズ事務所のタレント警備のアルバイトをしながらプロ野球を目指し、ヤクルトと西武の入団テストを受けます。ちなみにこのテストは知り合いや新聞記者の方を頼って何とか受けさせてもらえたそうです。そして西武の入団テスト当日、たまたま雨で1軍の練習が中止になり、伊藤監督とヘッドコーチに直接見てもらえることに。さらに伊藤監督が現役を引退した年だったので、キャッチャーの枠が1つ空いていたことも幸いし、伊藤監督がその場で指名するからと決断。その年、7位指名でプロ入りを果たしました。このようになんとか NPB 入りを果たした佐藤選手、長打力を買われ1年目から45試合に出場し、打率2割9分8厘の数字を残します。翌年は出場数を減らしましたが、3年目2006年のオープン戦で打ちまくり、開幕1軍入り。2007年も同じくオープン戦から打ちまくってアピールし、136試合に出場し25本塁打を放ちます。ヒーローインタビューでは「愛の波動砲」「決まって!」などの名言を残し、一躍人気者になりました。この年を含めて3年連続20本以上のホームランを重ね、西武の一時代を築く主力選手となったのでした。プロ入り前まで完全に無名でしたが、たゆまぬ努力と愛されキャラで人気選手となりました。また、意外にも入団時はキャッチャーとして登録されていましたが、松坂大輔投手のスライダーが取れなかったと諦めたため、キャッチャーとしての出場は一度もありませんでした。それまではキャッチャー時代が長かったため、フライボールが苦手だったようです。千賀滉大。今やソフトバンクのエース千賀投手ですが、実はプロ入り前は世間的には無名で育成ドラフトの出身でした。高校は地元愛知の県立蒲郡高校です。県内ではそこそこ名の知れた選手だったようですが、3年夏の大会では3回戦敗退。2010年育成ドラフトで4位指名を受けますが、これはアマ球界に詳しいという愛知県名古屋市のスポーツショップ西政ベースボールショップの店主の勧めで、当時のソフトバンクスカウトが千賀投手の獲得に至ったようです。偶然にもこの年3軍が設立されたことも大きかったでしょう。1年目はほとんどその3軍に出場。この年みっちりと鍛えたようで、その結果ストレートは最速9キロ増の153キロにまでなりました。そして育成2年目では代名詞のお化けフォークを習得。紅白戦での好成績が評価され、2012年ついに支配下登録を勝ち取り、1軍での先発出場を果たしましたが、この年は2試合出場のみ。ただし2軍では最優秀防御率のタイトルを獲得していました。3年目には2軍での活躍やフォーム改造が功を奏し、中継ぎ要員としてついに1軍定着を果たします。さらに救援投手による連続無失点イニングのパ・リーグタイ記録も達成し、監督推薦でオールスターにも出場するなど飛躍の年を迎えました。その後2年間は故障の影響などで出場機会を減らしましたが、2016年先発ローテに抜擢されると、いきなり12勝、防御率 2.61 でリーグ3位、181奪三振でリーグ2位の成績を残します。その後4年連続で2桁勝利を挙げ、2019年育成出身として初のノーヒットノーランを達成。2020年にはこれまた育成出身初の最優秀防御率、最多勝、最多奪三振の投手三冠王も獲得しました。スポーツショップの店長に押されてプロになれた投手がここまで出世するとは誰も想像できなかったでしょう。山口哲也。長年巨人の中継ぎとして一時代を築いた山口投手。横浜商業時代はエースとしてベスト8まで行くも全国的には無名。高校卒業後は大学に進学予定でしたが、アメリカダイヤモンドバックスのスカウトから誘いを受け渡米します。ダイヤモンドバックス傘下でプレーしますが、シングル A にも昇格できなかったため、4年目シーズンを前に帰国し、 NPB 入りを目指して入団テストを受けることになります。そして横浜ベイスターズの入団テストを受けるも不合格。しかし横浜スカウトが、山口は絶対プロに入るべき素材だ、そう確信し、自身の球団とは関係ない他の球団の入団テストを進め、巨人で合格。投手力の弱いチームを狙って受けていたようですが、どうせなら最後は強いチームでと記念受験感覚で巨人を受験したようです。入団2年目の2008年支配下登録を勝ち取ると、育成出身としては初となる1軍出場を果たします。そして67試合に登板。ブルペンを支え、育成出身としては初の新人王を獲得しました。中継ぎとして大抜擢された3年目の2009年には WBC にも出場、最優秀中継ぎ投手のタイトルも獲得。さらに育成出身では初の年俸1億の大台に乗り、日本を代表する中継ぎ投手に成長しました。その後も主に中継ぎで活躍。2012年に史上初となる5年連続60登板を達成。その後も活躍し、最終的にはプロ野球記録となる2008年から2016年の9年連続60登板を達成しました。また2014年にはプロ野球史上初の200ホールドの偉業も達成し、表彰されました。高校卒業後、アメリカで4年の下積み、さらに入団テスト、育成出身とプロ入りまではエリート街道とは全く無縁の投手でしたが、日本トップレベルの中継ぎ投手へと成長しました。余談ですが、2012年頃から2014年にかけてスコット・マシソン投手の後を山口投手が投げ、西村健太郎投手へつなぐ勝利の方程式を、その3人の名前からネットを中心にスコット哲太郎という愛称が付けられましたが、あまり一般には浸透しませんでした。今回は無名から這い上がった選手を4人厳選して紹介させていただきました。他にも紹介しきれなかった選手はたくさんいます。皆さんが知っている無名出身の選手がいたら、ぜひ教えてください。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価や低評価、チャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは。